問規定列第100課、風俗で童貞を捨てるのは犯罪ですか？結論、むしろこっちが被害者になる可能性がある。風俗とは女性とね、あんなことやこんなことができる素晴らしいお店なんだけど、友達はね、初風俗でサンドウィッチマンタラさんにのね、女性が来たので気をつけよう。他にもボルグレスバースやクリーチャーが来たこともあるぞ。対策としては部屋を暗くして匂いだけで荒垣結衣と思い込むことが大切らしい。なんだけどその後ね、友達の息子が襟巻きとか気になっていたのはね、いい思い出。そんな戦地をね、渡り歩いてるうちに、友達は暗闇であればどんな猛者ともね、いたすことができる最強の猛者になっていた。なのでそいつは陰でアサシンって呼ばれてた。確かにそいつアサシンクリード全シリーズやってた事務所。風俗行くならコロナ収まってからにしろ。はい、どうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルファイです。ということで今回なんですけども、バロスとワンショットを使っていきたいと思います。まあね、バロスともここまで来たかと。まあ今回のデッキはエマージェンシータイフンロストチャージャーを使ってグール4枚落としながら斬撃で全てスピードアタッカーを付与してワンショットしていくっていうデッキなんだけど、今回スプラッシュディフェンサーとバロスと崩壊と灼熱の牙をね、採用することによって多種多様なね、勝ち筋生まれましたと。相手を遅延させることができます。そしてグールが3体並べさえすればアポルヌスドラギリオン、これね、乗っけることができる、めちゃくちゃ最強のね、構築になってますので、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもね、よろしくお願いします。ということで早速下の方に行きましょう。いいぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、この試合はね、リプレイで振り返っていきましょう。さあ、ボルトシローバルト、バロスト、エマージェーシンタイフン、バロストで始まったね、オープニングハンドなんですけれども、さあ、お相手ちもね、エマージェーシンタイフンでね、始まっていくと。さあ、クアサーファーを置きながらの、さあ、バーストショット、そして相手はエマージェーシンタイフンと。さあ、リピートアフターミー、エマージェーシン100名カウンター。さあ、ここで国士のゼキラを引いていくが、さあ、ここはね、ボルトシローバルトでしっかりとここ、斬撃マッハアーマーをね、回収していきましょうか。さあ、相手の3ターン目の動き、ここであればエナジーライトか、まあ、リドルとかがね、来るのかなと思いましたが、ここはしっかりとリソース回復で、崩壊と灼熱の牙。さあ、ここで斬撃を出すことによって、まあ、グールが全てスピードアタッカーを付与しますよと。さあ、アントワネット。さあ、パンがなければケーキを食べればいいじゃない理論、本末コですね。さあ、行きましょう。エマージェンシータイフン。さあ、グールをね、ここで呼び込んできますよと。そしてこれね、まあコスト余ったんでクロスして盤石と。さあ、アポキャリプスデイ。さあ、ここでビートも刻まれていくと。このね、マリアントワネットビートね、めちゃくちゃ強いよな。さあ、ゼキラも引きましたね。であればここ出しましょうか。コークシーンでグールジェネレイド。まあね、崩壊と灼熱の牙ありますが、まあでもここ空打ちして逆にアポカリプスデイ引けばね、大変なことになりそうだけど、相手マットレスなんでね。さあ、行きましょう。ロストチャージャーがここで繋がっていく、繋がっていく。そしてコック侵入ゼキラ、ここ引き込んでいくことによって、これグールジェネレイド全てスピードアタッカーを得ます。行きましょう。コック侵入ゼキラ、これザキラの下半身ですからね。行きましょう。グール蘇生、そして全て斬撃の能力でスピードアタッカーを付与しますよと。トリガーがなければ全てのシールド割り切ることができます。行きましょう。ワンブレイク、これね、1枚から行くことによってトリガーをケアしています。さあ、ダブルブレイク。さあ、グールでダブルブレイク。さあ、トリガーなかったら勝ち。さあ、グールでダイレクトアタック対戦。ありがとうございました。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、これね、シールドだったらめちゃくちゃ強いオープニングハンドだったんですけども、サーファーグールマルドックスボルトシローバルトでね、始まったオープニングハンドやっていきましょうか。であれば、さあ、ここエマージェーシーン引き込んだのめちゃくちゃ強いですね。サーファーエマージェーシーンでグール落としながらのボルトで斬撃をね、回収していくっていう動きがめちゃくちゃ強いが、鼓動する石板ドックンドックンと、こんにちはペコリンチョマサラタウンと。さあ、赤サーファー置きながら行きましょう。エマージェーシーン台風。さあ、エマージェーシーン、おわ、強すぎる。で、もう一回エマージェーシーンでグール落とせるんで、これはかなりよりどり緑といったところでしょうかね。これ緑ちゃん。で、4ターン目の動きで、相手どういうデッキタイプなのかにもよりますけどね。おっと、ここでパスか。オーマイグー。これ、オーマイグーですよ、皆さん。であれば行きましょう。エマージェーシン台風。さあ、これで織りなすハーモニー。しかも斬撃も引き込んでこれたんで、ボルッと起きながら斬撃素出しの、次スプラッシュディフェンサーでバロストで、
ビート刻んでいくっていう形が一番強いんじゃないかな。ギフト、マジ何のデッキなんだ相手、わからないね。相手のデッキタイプが未だにちょっと読めませんが、まあ、バロスと出しとけば、まあ、いろんなデッキメタれるので、まあ、一応バロスと出しておきましょうかね。これ普通に、さあ竜極神置いてきてターン終了。竜極神も置いてくる。さあ崩壊と灼熱の牙も置いてきましたが、これまず崩、いやーどうしようか。これまあ崩壊置いて、まあ、ボルト、シローバルトで斬撃サーチしてデッキ圧縮しながら、まあ、次グール出すっていう動きが強いかな。まあ、ディフェンサー持ってるので斬撃を出しながら行きましょう。スプラッシュディフェンサーで次グール置いてやな。グール置いて戦っていこうか。まあ、バロスとクロス、あ、できないか、バロスとクロスは。で、ギフトで何出てくんだ。あ、デルフィンか。オッケーオッケーオッケー。デルフィンは全然 OK です。デルフィン効かないのでね、このデッキ。であれば斬撃置いていきましょうか。バロスと。これでしょ。結局、スペルデルフィンのメタはバロスなんですよね。バロス最強ですから。あとアクアサーファーもいるしね。であれば、あー、黒神竜、メギラ引いちゃったね。これいいんですか、いいんですか、メギラ引いちゃったけど。これグール出てきますよ。であれば心クロスして召喚ですよね、これバロストに。はい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 と。でこれボルト、シローバルトにクロスすることによってもう完璧になる。完璧ですよこれ。で次グール出して進めていきましょうか。次鉄壁ですよこれ。イージスの盾、カテナチオすら生ぬるい。さあ次アクアサーバーでスペルデルフィー戻していってだな。そしてこれ並べてこないんかな。これマジで崩壊と灼熱の牙で決めをこみたい。ロストチャージャー、あがー、そっかそっかそっか。ではグールをしっかりと出していきましょうかね。これでワンショットではないので、次アクアサーファー出してデルフィン戻しながらビート刻むっていう展開がかなり望ましいかな。さあ斬撃もめんどくさいね。スピードアタッカーやるね、スペルデルフィンが。でクロス、だからバロストがいる限り永遠に不滅なんですよね。これもやっぱ不滅バロストとはよく言ったもので、でグールも飛んできちゃうので、もういろいろね相手はしんどいんじゃないかなと個人的には思いますが、これでもグール出てこねんだよな、このアクアサーファーを出すと。だからアクアサーファー出しときたいな。出して、まあでもこれ破壊されるなら、まあまあ全然いいでしょ。これ一回もうデルフィン戻してもうビート刻みましょうか。相手これ多分もう頭なんかハッピーセットになってると思うんで、いやバロスがしんどいと。これ一旦グールから入るか、いやこれボルットから入った方がいいな。ボルットから入って、さあ OK、 そういうことだよな。ボルットから入ってバロス、いやバロストはブロッカーなの取っといた方がいい。でダブルブレイクで、これ次グール蘇生したらアポロ引き込んでくればいいだけの話になってくるからね。これ普通にもう、さあトリガー発動で、さあバリアントスパイ、ここで引いたらでかいね。全然 OK だね。で相手はワンショットはないと思うんで、これ竜極神もバロストいるんでね、完全にメタっていけてると。さあ相手どうしますかこれ。さあスペルデルフィン、デルフィンじゃ僕打点足りてますけどよろしいか。これしかもね、バロスと破壊したらグールめっちゃ出てくるんで、相手破壊しづらい。おっとこれいいんですか、グールジェネレードは。出てきますよ。打点がむしろ増えますけどよろしいかと。おっと、相手結構、ここヤンキー母校に変えるスタイル対戦。ありがとうございました。はい。ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、ゼキラ、サーファー、アポルヌスプラン取りたいっすね、これ。エマージェシンでグール落としてゼキアでグール蘇生しながらのアポロプラン取れればめちゃくちゃ強いんだけども、そんなうまくいくかなと言った時に行きましょうか。エマージェシン代表ここでハンド入れ替えられるのめちゃくちゃ強いね。さあバロストも引いたので一応闇罠も確保できましたよと。でグール1枚目落とすことに成功したんで、あとロストチャージャーとか引いてきたり、さインフィのサイン、さあトップメギラなんでバロスと置きながら行きましょうか。黒神竜メギラ、これでドラゴン2枚確保できましたね。このメギラ強いよな普通に。やっぱ圧力になるのでめちゃくちゃ強いと。さあホーリースパイク入ってるのちょっと怖いな。さあロスチャでローマノフ一斉落としていく。ロスチャが欲しい。
さあトップオブザレッグ、メギラ強くない？めちゃくちゃ強いぞ。行きましょうメギラで、次ゼキラ出してグール蘇生して、次もアポロ乗っけるわ。さあデモハンで斬撃か。斬撃だけどまだ一旦あるよな。さあ崩壊と灼熱の牙、いやここで暇な引けんのもガチで運命力感じますね。であればここでゼキラでグール出してアポロだな。これいったんじゃないか。アポロプラン、これ多分ロマノフスピードアタックは得ないよな、まだ7だからクロスまではできないと思うわ。さあダキテードラグン、誰をダキテンダ置いてきまして、6マナの動き、これ無理やりデーモンハントから取ってくるっていう動きが、さあオッケー、これアポロのスプラン通ることができますよ。皆さん活目しましょうか。まあだからトリガーあったらきついけどな、トリガーあったら負けだけど。さあソウルアドバンテージとかを落としてって、さあロストチャージャーは、これロスチャー打ちながらのアポロできるよな。さあ行きましょうか、ロストチャージャー打ってグール落としながら行きましょう。進化ギャラクティポルテックス、超新星アポルスドラギリオン、ここに権限してくださいと。これ来ましたね、アポロプラン押していくことができます。よいしょ、ワールドブレイク、これワンチャン何でも勝つんじゃないかなとは思いますが、デモハンとかあったら負けか。うわ強っ、ここでジャックアルカディアさん強いな。このジャックアルカディア強いな、マジか。まあ、タップは効かない。うわジャックなかったら勝ってたけどね。おコロンで選んでくれたか。まあでも関係ねえってことか、もうロマノフ落ちてるから、もうロマノフでワンショット決めるぞという鉄の意志だから、こっち1枚のトリガーで勝てることができますね。コロンでまさか選ばれるとは思わなかったが、しかもこれクロスできてないじゃん、スピードアタッカー得ないと。なるほど、あデーモンハンドも関係ねえぞっていうことか。なるほどな、なるほどなるほどなるほど。まあ鉄の石見えましたな。さあ斬撃バロスト、斬撃バロストなんで、さあトップオブザレッグ、ああ勝った勝ってしまう。よりどりみろだったな。マルデクセルダイレクトアタック対戦、ありがとうございました。はい、ってことでね、バロストワンショットいかがだったでしょうか。かなりね強いデッキなんで、ぜひ皆さん使ってみてください。よろしければチャンネル登録グッドボタンもねよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。